セイリオ川は、イタリア北部のロンバルディア州を流れる、ポー川水系の川。アルプス山脈に源を発し、ベルガモ県、クレモナ県を流れて、クレーマの南方であった川に合流する。全長は124キロメートル。イタリア語以外の言語では、以下のように呼ばれる。セイリオ川の流路、バルボンリオーネにあるセイリオの滝ロンバルディア州北部。 ベルガモプレアルプス山脈に位置するトレナ山南六に源を発する。水源地帯は故障の多い地域で最上流部にある落差315メートルのセイリオの滝はイタリアで最も高い滝である。1931年、セイリオの滝の上流に発電用のバルベリーノダムが築かれた。流路は人工的に変更され、滝の水も止まった。 1969年、滝の景観を回復するための改修が行われ、エネルの同意の元滝にはダムが開かれて、滝が見られる。セイリオ川は、リゾート地として知られるバルボンディオネを流下する。セイリオ川が形作る谷筋を、バルセリアーナと呼ぶ。バルセリアーナにおいて、ボンディオネ川、ゴリオ川、オーニャ川、ロンマ川などの支流を集める。川の平野部は、大きく特徴の異なる。 ベルガマス国間とクレマス国間の二つに分けられる。ベルガマス国間では、川床は大きい砂利によって覆われ、下水の浸透が特徴である。モッツァーニカで国道11号線の橋を通り過ぎると、クレマス国間に入る。川は堤防の中で蛇行を繰り返しながら、南へ流下し、クレモナ県モントーディネシ南方のボルゴセリオであった川に合流する。 クレーマから南の最後の区間では、稼働は周辺の平野より10から12メートル深いところにある。クレマスコ区間には重要な湿地帯が2つある。一つはピアネン語とリチェン語にまたがる終立自然保護区リゼルバナチャールポラタマナシュートで保護区には原稼働と交差する2本の旧稼働も含まれている。もう一つは、 マディニアーノにある中世以来の聖域の敷地内にある三日月湖の連なりで、ここに立ち入るのは許可が必要である。川の下流域、セリアーテからあった川合流点までにかけて、1985年に州の広域自然公園であるセイリオ公園が指定されている。ありがとうございます。